はい、今日はまた向こう豪華客船を見に来ました。今日はセレブレティミレニアムという9万1000トンの船が来てますので、ちょっと見に行ってみたいと思います。おしゃれな船ですね。今日の朝7時から午後3時までいます。調べてないんで、ちょっと調べてみデッキに上がってみたいと思います。端っこです。どうしよう。こんなとこあえて掃除するんですね。なかなかアナログな感じなんで。今日はちゃんが見えないのちょっとダメです。はい、この船はセレブレティミレニアムという船です。マルタ共和国から来ているそうです。重さですね、9万940トンですね。乗客が2200人乗せられるそうです。長さは294メートル、横幅32メートルあるそうです。9万トンクラスなかなかでかいですね。ダイヤモンドプリンセスよりはちょっと小さいぐらいですね。もっと
2000年に就航した船だそうです。はい、ちょっと前の方まで行ってみたいと思います。今船員の方なんですが、工事を終わっています。みんなバスかなんかでどっか移動するようですね。どこへ行くんでしょう。日本平でも行くんですかね。後ろは四角いんですね。スコーンって落ちてるんですね。スコーンって